っしゃ、私弓でいきますから。お、じゃあ任して。今回は僕武士のスタイルなんで。分かったよ。じゃあ言い方違う。何？武士のスタイルでしょ。もう武士道って聞こえないよ。どうだ、武士道ってもう聞こえない、うん、それは。いいよ。さあ行きますか。あ、待って待って、僕は聞かなくて。いや、クエスト入ってくんねえか。すいませんね。すいません、ちょっと。うわ、残首と鶏かよ。ちょっと待って、アイテムをさ、ちょっと整理させて。え、待って、武器もクック一式なの？え、誰か入ってきた。え、誰？どうやって入ってくる人、どうやって入ってくるのこれ。鍵付けてないからだよ、トムさんが。あ、そういうこと？そう。もう一応え、チャット流れますよ、この人。え、まあ、じゃあダメだ。じゃあダメだ。どうすんのこれ。みんな受けてるよ、これ。やばい。どうしたらいい、どうしたらいい。え、普通に解散すればいいよ。解散ってどうやってやんの。メニューで、なんかないの、やめるみたいな。メニュー。退出してる。どうしよう。どうやってやるんだろう。あ、集会所設定。うん。もうちゃんとパスワード設定しときなさいよ。メンバーから外した。お、素晴らしい。じゃあもう来ませんね。集会所設定の入室制限ありにしとく。はい。これで来ないかな。で、東風さんの真似して。ありあげめべんちゃーね。クソ似てる。めっちゃ似とる。やばい。面白すぎる。ありがとう。よし、行きましょう。はいよ。イエス、モンハン。モンハン。変わんないじゃん。一緒じゃないよ。何が変わってるんだよ。モンの入り方じゃん。モン、モン、ハーン。モン、ハーン。あ、いいね。あ、いいね。俺より上手いね。褒めといて。大きな声いただく。あ、ちょっと待って。おいよ。おい。戦いは始まっているんだよ、ペイント氏。うわー、くっそー。普通に褒められたと思ったら。この。よし、倒そう。まあ、でもよっしゃ。ブラドースだからね。そうだね。ブラドースだね。ブラドースだからね。良いですよ。久しぶりだ、ここ来たの。ポンデリングさんですから。うわ、懐かしいな。ロアルドロスは多分 6?6?6 って何？あ、しかもさっきクエスト一回中止にしちゃったから、あの料理の結果が出てない。うわ、チーズフォンデュの意味ない？チーズフォンデュ食べた意味なかった。6だ。水があるところに多分入れるでしょ。そう。水があるところに。ま、水中だもん。6にいるモンスターなんて6のやつじゃないっすよ。うわ、6でもねえな。いねえじゃんねえ。いねえじゃねえかよ、しかも。しかもいねえ。しかも。7か？ 7 水っぽくない？あ、ちょっと水っぽいですね。7水っぽい。7だね。7行きましょう、じゃあ。7に行き。おりね、あ、いた。あ、ペイントして。ポンデリング2つください。届いてない。つけた。ちょっと、お、ナイス。オッケーオッケーオッケー。はー。ターゲットカメラ。ドン。うわ、あ、でも俺も当たった。一発当てた。いいね。あれ、あー、ちょっと待って、まだ弓の使い方に慣れていない。この武士道スタイルって何が変わったんだ。ゴロゴロ回るよ。はし、せや貫通。僕の動きについてこれるかな。よっしゃっ。いいね、雷属性いいね。
え、雷属性。あ、本当だ、雷じゃん。なんで雷属性を作りました。すげえ、ちゃんとやってるでしょ。防具は、防具は初期からいじってない。攻撃行動最大の防御っつってね。なるほどね。だからどうやどうや、防具はもう初期でいいってことか。そうそうそう、さすが。まさかクック一式、武器までクックで揃えちゃうような、そんななんか全身ユニクロみたいな人には何も言われたくないから。さおい、ユニクロバカにしてんのか。全身ユニクロだろそれ。ユニクロバカにしてんのかって。ユニクロさんいいですよ、素材もいいし安いですよ。そうだろ、僕だってユニクロ行ったらってさ、もうまとめ買いするもん。ただ動画に映るときユニクロは着たくないよね。今のとこ映ってる、怒られる、いろんなとこから。今のとこ映ってんの俺全部ユニクロだけど。初期装備に言われたくないよね。そうだよ、はい、ユニクロさんはとってもいいところです。使わせてもらってますから、うん、僕も行ったら絶対カゴ2つぐらい買いました。買いすぎだろカゴ2つは。僕本当に行ったらもう3万ぐらい使う。それぐらいユニクロ愛してます。やばい、サンキューユニクロ、サンキューユニクロ。何この動画。待って待って待って、ロワールドロス、ロワールドロス。え、何、え、あ、電源切れた。ま、ごめん、小指で、小指で電源しとけや。充電しとけや。充電マックス。ちょ、小指で電源ボタン押しちゃった。バカでよ。ほんとやる気あった。何、電波で、電波でね、電波の問題で切れるのは仕方ないと思うけどさ、間違って小指で電源ボタン押しちゃったってか。いい加減にしてよ。すいません、うちの小指が、この野郎、目、目だぞ小指。うちの小指がじゃね。一つクエスト行くのにだいぶ大変な。大変。でもペイちゃん、今ので一つ分かったことがある。何何何。ロワールドロスは7番にいる。まあ、まあね、そうですよね。まあやりましたからね、今。今やりましたから、それは分かるでしょう。いやー楽しいな、モンスターハンター。いやー楽しいな、飽きさせませんな。飽きさせませんな、飽きさせませんな。一つのクエストでこんなに、こんなに始まるまでにこんなに時間、本当にまだただユニクロの悪口しか言ってねえから。ユニクロの悪口ってロークのやつじゃないとか言って、電源ボタン押す、電源ボタンポチだもん。クズです、クズ、クズ、クズハンター。クズハンターですよ。クズハンターですね。底辺ですよ、このモンハン。いくよ、ほら。はいはいはい。モンハーン。わかった。もう何回言ってんだ、これ。毎回言うぞ、毎回。毎回言わないで。ご飯食べた？食べてない。食べてないのかよ。あ、しまった、出遅れた。よっしゃ。くそ、くそ。どうしたの、トムさん。食料ないのか、食料、あー美味しい、携帯食料、携帯食料、うまっ。蹴るんじゃないよ、おい。てんちゃんに、応急薬をあげよう。僕一応回復薬持ってきてますよ。あ、マジ、うん、じゃあ回復薬グレートあげる。いらね、いや、グレートだよ。え、マジ、そんな、本当に薬草じゃねえか。回復薬グレートとは、ほど遠いわ。なんだ。何それ。いや持ってるわけないと思ったんだよな、トモさんが。すぐ信じるから。トモさんが回復薬グレートをまず持ってること。いやいや、回復薬グレートぐらい俺あるよ。本当に、絶対そうだよ。ありますよ、今持ってきてないけどね。持ってほらな、実家にある、実家に、実家に。うちゲーム機実家にある、実家にあるから。行きたい、はい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 、ナイスナイス、よろしくよろしく。よしよしよし、いいぞ。まだなんか武士道スタイルの強さってもう分かってないんだよね。とりあえずでもなんか特技みたいな技が一つしか入れられない。でもその一つ強力なんじゃない。ああ、そういうこと、知らんけど。ちょっとまだこのモンハンをあんまり知れてない。ちょっとなんで動かないの。え、また通信。ああ、通信だ絶対これ。次までによくするって言ったでしょ。何にもいじってない、もう本当にしょうがない。あ、でも治った、治ったかも。治った多分。でもコメントの方ではあれですよ、トモさんじゃなくてペイントさんの方のって言ってましたよ。いや僕本当、良いよ良いよ。どれぐらい
他の人とやるときは、うん、そんなこと一回もないですから。マジっすか。トモさんだけですよ。ダウト。ダウト。じゃダウトじゃなくて。ほんとトモさんの絶対回線が悪い。マジ？だって僕他の人と一回もならないもんそれ。で次までにはよくしとくー。それはもうそれも呼吸みたいな感じでしょ？呼吸みたいに嘘つくんだよ。違う違う。じゃあそいつまひらせたら許してくれる？許す。いいよ。任せてくれ。承知した。絶対まひない。やべ、なんか怒ってる怒ってる怒ってる。ここへ。ドン！転がってくるぞ。気をつけろ。オッケー。まひれ。まひんないけど。まひんないね。早くして。オッケー。あー失敗。よし。いっちゃったぞ、あった。いやあ、いやあ。まひりませんな。いつですか？いつですかね、まひるのは。ほら来た。おーた、ナイス、すまる。いけ。ドッドッドーン。いやしゃー、いいね。入りました。もう一回です。もうまひんないわ。よいしょー。ナイス。ガー。え、まひるんだな。自分でもびっくり。初めて使うからこれ。自分でびっくりしてんじゃないよ、使って。あ、ね、なんか出た？竜の涙。そう、回収してんじゃないよ。竜の涙出たら拾いたい。戦いなさいよ。鮮度が命だよ、こういうのはもう。あれ、ペンちゃんがちょっと消えた。大丈夫？あ、いた。あ、移動した？え、移動したって聞い。いや、移動してない、ここにいる。違う、ペンちゃんが瞬間移動した。うわぁ、ゴロゴロってるよ。オッケー、大丈夫、かわした。やべ、強撃瓶持ってくるの忘れた。やばい、もう麻痺瓶だけ持ってきたの。麻痺しか持ってきてない、よろしく。あとよろしく。なんだこの弓兵は。ヤッコさんもう帰りたくなってんな、家に。ヤッコさんとか言っちゃってただ言いたいだけだから。よし、第1ラウンド我々が制した。オッケー。あ、ミスった。これは外すな。尻尾切りたいな。どこ狙いますか。じゃあ、え、弓矢で尻尾切れるんだよね。え、切れるの？知らない。切れないんだっけ。斬撃属性じゃなかったっけ、弓って。わかんないけど、棒眼だったらなんかそういう切断みたいな。危ない。あ、でも弓楽しい。装具。じゃあ尻尾破壊しますか。お、できます。任せてください。依頼していいですか、スーパーハンターに。私は愛犬でござるぞ。お、任せてください。これ尻尾切ったらもうペンちゃん、あのともちゃんポイントが溜まっていきますから。最大溜まるとどうなるの。溜まると1時間遊んであげる。何それ、いらな。普通にいらない。いらないって言うなよ。傷つくだろ。普通に遊んでるし、ゲームして。まあね。尻尾狙おう。少しずつ積み重ねていく。そうそうそう。弓矢で尻尾切れないのかな。幕の内一歩のボディーブローのようにね。お、明日の一歩。違う、初めだわ。明日の一歩じゃねえわ。初めだわ。やばすぎる。明日の一歩じゃなくて。明日の譲渡混雑しちゃったかな。パチできた方がいいな。怖い。タフだな、やっぱり集会所だから。よっこいしょ。タフの方が切りやすくていい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。局者。直射。よいしょ。よいしょ。直射。いけ。直射。あぶね。お、ナイス。転げてる。直射。よいしょ。よし。ナイス。尻尾切った。おめでとう。いいもんだ。どうだ。1ポイント。1。もうちょっとさ。もうちょっとごめん。2ポイント？
いやいや、5ポイントは欲しいな。じゃあ土日サービスデーということで6 でポイント2倍みたいな。そう スーパーかよ。直射うまいね、ベンちゃん。いいぞ、叩け叩け。敵も弱ってきてる、絶対これは。おな、サブターゲット達成なんだろう。何が起きた、何かあったんでしょうね。ああ、分かった。体の部位破壊じゃないですか、これ。ああ、そういうことか。本当は部位破壊してる。トモさん、見てて、俺の必殺技。何そこからの突っ込んでくる。かわす、吹っ飛ばされてる。かわす、かわした。ジャスト回避。おお、あれかすった。ごめん、ちょっと今俺、剥ぎ取ってるから、ちょっと話しかけないで。待って、おい、ねえ剥ぎ取ってんじゃないっつうの。鮮度が命だと、あれほど教えたろう。鮮度、鮮度が命だって、ね、そう、鮮度が命。もうボロボロだよ、ヤッコさん。ヤッコさんボロボロっすね。これはいけるぞ、直射。もうそろそろ多分倒せる。あとはもう攻撃を当てていくだけの作業。待って、見えない、見失った。うわ、やばい。そろそろ俺の右手を変えますか。右手解放いつまで言うの。何が、俺の右手をそろそろ解放するかな。やばい、ちょっと死ぬじゃん、俺体力やばいじゃん。大丈夫、あいつ移動するじゃん。ヤッコさん逃げてったね。あ、しかもヤッコさん6ペイントが剥がれている。大丈夫、6、多分6番に移動したんじゃないか。マジ怖い怖い怖い。あ、足引きずってる、引きずってる。やれやれ、曲者曲者、撃て撃て撃て、曲者。いいぞいいぞ、撃て撃て撃て、もっと撃て、曲者。ドン、俺の必殺技、曲者。必殺バン、当てたけどダメだ、曲者。行った、向こうだ、行くぞ行くぞ、おえおえ。オッケーオッケーオッケー。わー、危ない。ドン、ドン、やったやった、やってない。くそ、こいつとどめだ。やってくれ、トモさん。直に切る。直に切る。やばい、これ死ぬ。あ、めちゃめちゃ危ない。だって。危ない。水の敵にイアンクックできたら属性相性悪すぎでしょ。わあ。いける。よいしょ。ダメ。ダメだ。マジタフじゃない？タフすぎる。足引きずってる状態で3ため3回くらっても耐えるんだ。よいしょ、ため打ち。いてぇ、こいつすばしっこいな。すばしっこいね、やっぱ競争エキス持ってる。すごいこれ、回避するとかっこいいモーション出る、武士道スタイル。それがジャストアクションとかいうやつ。なんかそう、ギリギリのとこでやるとすげえ緊急回避になる。あ、弾かれてない、大丈夫。必殺、俺の必殺だ。あれ当たってない。え、村井さん、俺の必殺技。村井さん出た、ここで。ごめんなさい、村井さん。村井さん、先生、謝らなくてもいいけど。ごめんなさい、村井さんの言葉使ってやったけど外しました。いや、ちょっとやめて。村井さんに悪いでしょ、それは。よっしゃー俺解いてる間に俺解いてる間に殺さないでよ。切れ味が最大になったって出てきた。おめでとう。ありがとう。やっつけたわ。いやー、歯応えがあって面白いな。歯応えのある。いい歯応え出した。でした。出した。今、紆余曲折ありましたけどね。そう、いろいろとありましたね、今回は。もう本当ならもう、2回ぐらいはクリアしてるはずです。わーっとわーっと、これは穏やかじゃない。何？曲者。曲者。やめてー。どうしたよ。分が悪い。分が悪すぎる。どうした、おらー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 、これはくそ、分が悪すぎる。どうしたこれ、やらやっぱモンハン楽しいぜー。やっほー。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ。下にスクロールして
登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。